やっハロー、どうもこんばんは。あ、マジラジオ局の浜です。はい、現在12月4日土曜午後7時56分ですね。さあ、今日うちの母休み、あ、休みじゃない、仕事ですので、今大正乙女お得意話の、9話見て涙腺崩壊5週連続、続いてデイジーミーツガール10話見て、わけわからん、続いて舞妓さんちのまかないさん10話見て腹減って、そして、SAO ね、ウォーオブアンダーワールド、ついに22話23話と最終回まで見終えて、ちょうど1年で、あ、1年じゃない、1ヶ月で制覇です。はい、ということで今からはですね、ちょっと最近激推しされてます最果てのパラディンっていうやつね、今やってるやつ7話までね上がってますんで、とりあえずまず1話ですね行ってみたいと思いますが、どんな内容かは一切知りません。はい、では行きます。マジラ上限浜までは変じゃないやつなんて、はい、僕はマジラ上限に浜と言います。衣装瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり現在40歳芸歴16年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて、25歳で会社員を辞めてパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーをしてますが、現在はコロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めっちゃ自粛してますが、その自粛中にアニメにハマり、約1年8ヶ月で540作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールなど、すべて説明文に、載せてますんで、ぜひともチェックよろしくお願いします。で、過去のアニメリアクションに関しては、再生リストに作品ごとにまとめてます。こちらもチェックしてみてください。ただ、ほとんど消えてます。ごめんなさい。そして来年の9月、でかい発表があるんで、お楽しみに。では行きましょう。Dアニメストアです。3、2、1、スタート。さあ、どんな内容なんでしょうね。なんか無能な7のオープニングみたいな。めっちゃ音楽が壮大。マナって魔力？ゴーストのガス。とりあえず魔法を教わってんのかな。グレイスフィール、あれ、約束のネバーランドの、あ、それグレイスフィールとか。なんかムジカみたいなの出てきたな、約束のネバーランド言ってたら。
ェイトのライダーみたいやなこれ。これウィルってのが主人公？でかいなこのドクロ。何これ、前世の記憶があるとかそういうこと？ああ、なんかぽいな。ああ、やっぱり。無職転生1話みたいやな。どっから生まれたんこれ。動くしたいって。あ、大きくなってる。失礼しました。
今のおもろいな燃える火炎。どないなってね、これ世の中は金やと。野獣の魔獣3人は元人間やと。何のために修行してんやろ。
拾ってきた湯だな。さらわれてきたってこと？照れ隠しかな今のはブラッドの。マリー何やってんだろうな。パン。ああどうやって。秘密言ってたの。見てまうんかな。施錠されてへんの？なこれ。え？マリーが燃えてる。え、どういうことこれ？火傷したんかい。
死者の町の少年さあちょっと声の出演が気になります。ああウィル・カース・マキさんだよね。あマリー・ホリユーさん、ああ全員有名な人やね。小西克幸さんと飛田達夫さんね、達夫さんだっけ、過激少女の先生やね、木下先生だっけ。あれか川瀬真紀さんって今野純子だったかな。なんて読むねこれ、なんとかの賢者さ、はい、ちょっと1話見ただけではよく分からんけど、まあ、まあウィルという少年は前世の記憶を持った転生者かなが、まあ、無色転生の1話みたいなもんですね。赤ちゃんの状態やけど記憶、前世の記憶があって、まあ喋られへんで、マリーと、ブラッドとガスのアンデッド3人に育てられてると。でブラッドは、戦い方を、でガスは、魔法かな、でマリーはその日常的なことをいろいろ教えてくれてるということですね。でマリーが初めて外に出してくれた時に、自分は地獄に落ちたと思ってたけど、そうじゃなく、なんて言ってたっけ、ちょっと忘れてしまいましたけども、うん、でまあまあブラッド と、8歳になって初めて戦った、当然負けた。あの筋トレのくだりおもろかったですね最大の自虐とか言ってたの。あとガスが社会は金やという教え、あそこで言ってたのは何、あの足4本あって板がついてたらもう椅子やという認識をするから、言葉が、世界を成り立ちにしているみたいな、なんかちょっとまあまあちょっと複雑なややこしいこと出ましたけど、であのパンはどこで焼いてんのかという謎が、自母神マーテルを裏切って不死神と契約したから、怒りのために炎で焼かれてるみたいな、そういうことで、それを見られちゃまずいから秘密にしてたってことかな。でパンは授け物みたいな、ちょっとほんまにあのほぼ何のこっちゃ分かってません。でなんでウィルがその戦いとか教わってんのか、まあそれは一人で生きていくためなのかな、狩りとかを教わってんのは。まあまあそれをいずれ話すと、うん、いうことでしたね。まあ最後にはあのマリーを助けようとして大やけど負ったけど、まあまあまあそれを褒めてもらえてよかったなという感じの1話でした。まだ今んとこ全くわからない、うん、
はい、まあまあ見ていくしかないですね。でこれ見たら土曜の22時にあの D アニメで更新なんで今日やないかと思って、まあもちろん追いつけないので、で土曜日に1個加わるとね、僕は土曜日は86とジャヒー様、あ見れるな、うん、異世界食堂もねいつも土曜日の深夜なんですけども、もう今異世界食堂も火曜日の深夜に回してるんでね、3本かいけるな。よし、じゃあサイトのパラディはとりあえず目標は明日追いつけるかな。明日母休みなんでね、まあ2、3日以内には追いつきましょう。うん、でなんか最新話見たら総集編ですね。なんであれかな、制作追いつかんかったパターンかな。うん、まあいい、まあまあいいわ。まあとりあえずちょっと1話見終わりましたんでね、ちょっと今のところ分かりませんけども、あの僕の UFO 仲間のねアニメむちゃくちゃ詳しくて、もうすごい何あのどう言ったんやろ、まあ詳しい方でね、珍しくあのルートさんって方ですけども、あのこれはいい作品ですと勧めてくださってました。ちょっと前、結構前かな、もう3、4週間前かな、3週間ぐらい前かな。うん、なんでまあまあとりあえず見ていきたいと思います。はい、以上最果てのパラディン1話でした。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、僕はですね、昨年3月27日にバイオレットバーガーデン10話のリアクション動画を投稿したのきっかけにアニメリアクター始め、今1年9ヶ月目です。今そんだけね大道芸業界仕事がないので、まあ貯金切り崩してやってますけどね。で1年7ヶ月目の10月に悲劇が起きまして、まあ著作権の警告受けましてね、まあ納得はいってないんですけども、それによりなんと1年5ヶ月分のアニメリアクション動画削除という大ダメージを負ってます。で僕はワンルーム、あここ僕の家です、家主僕です、ね、この家に母が転がり込んできてという形になってるんですけども、前まで4年3ヶ月目で、いる時には撮影不可能、寝てる間声出せない、でいてる間もなんとか見ようと思ったらあのイヤホンをしてテレビ見てもらわないといけないとか、まあ、そういう戦いがあるわけですね。アニメリアクターとしてはもう大ハンデを負ってます。多分他にいてないと思いますけどもね、うん、その大ハンデをなんとか工夫と根性で乗り越えながらねやってきてます。大ダメージ受けましたけど、今ね根性を入れて一からまたやり直しますんでね、あのぜひとも皆様 の、 あのご理解ご協力そしてね応援をよろしくお願いいたします。ただ僕は大道芸人パフォーマー本業ですから、あのホームページ見てください、お願いいたします。もしくは PV だけでもいいんでぜひ見てください、お願いします。で大道芸にねちょっとでも興味持っていただければ嬉しいですね、僕自身に興味持ってもらえたらもう最高に嬉しい、うん、ということで、まあ、アニメリアクター、今はコロナの間は、まあ、マジで全力で頑張りますんでね、ぜひとも応援してやってください。以上、マジ大道芸人浜でした。最後までどうもありがとうございました。では。